え、肌が綺麗ですが、何の美容法をしているのでしょうか。よく肌が綺麗って言ってもらえるんです。ごい嬉しいんですけども。基本的に僕は、うんうん、まあ強いうならば、ボディアーアイキューの機械当ててるぐらいで、他何もやってないですね。あ、そうなんですか。なんか化粧水使ってるとか。化粧水も公園前に使うぐらいですね。そうなんですね。じゃ、あ普通に元からそういう体質ってことなんですか。はい、だと思います。え、このさん、おいくつしとけ、六十七年。六十七だから、五十四歳。今年五十五歳。 もう金持ちってあんまり年取らないじゃないですか。気持ちが若いんかもしれませんね。うん気持ちが。分、はい、かんないけど、気持ち、だって僕の周りでもみんな若い人が多いので、その年齢よりも見た目が若い人が多いので、うん、<laughs> 10代、20代との接点が多いっていうのもあると思うんですけどあ若い人との接点が多いから。ね、その多くの世代の人と接点を持ってる人は、なんかその感覚が、うん。 若いままなのでそれがなぜそうか体にも影響するのか分かるんですけどかもしれないやっぱり僕もいろんな人の前で立って喋ることが多かったりとか社員も若いからもし僕が若く見えてくれてるんだったら多分そういうことかなと思いますねほうちなみに近藤先生近藤さんってそのなんかあの商品を誰かが作ったものを売るっていうのを結構やってるじゃないですかなんか途中からす切り替わったのってどういうタイミングなんですかうんやっぱり一番のタイミングは その孫さんと一緒にやってる時っていうのは、まあ、従業員がアルバイト含めたら5000人ぐらいいたんです当社おれおれでそれでもうそのインターネット革命だっていうことでブロードバンド革命だっていうことでもう全エネルギーをヤフー BB に持って行ってたんですね、うん、ところがやっぱりソフトバンクが最終的に撤退になったんですよその事業を、まあ、全面撤退じゃないけども拡販をやめるってなったんですええー その時もピンチで僕らは仕事を上場しているにもかかわらず全ての仕事を失ったわけですよ。あそ全突破したせいで5000人の仕事がなくなるみたいなことになったんですねそう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 まあ<べ>もちろんあのアルバイト含めてだからだから今はもう全、まあ、ほとんど社員で社員だけで1000人ちょっといるんですけどもでやっぱりあの時僕が問題だったのは、うん、その当時 GMO の熊谷さんにも言われたんですけども。うんうん 皮を抑えていないと、まあ代理店だって。うん。弱地締められたらおしまいだと。うん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 。いうことだったんですね。でも<う>当時はやっぱ資金がなかったから、その大資本のスケールの大きなところで勝負できたっていうのは、まあ結果上場できたきっかけにもなったんですけども。うん。今はどっちかっていうと、今はもう自社で完結モデルを作ると。はあ<ー>。だから今例えばさっき LED とか言ってましたけども、うん、あの。 国策で今 LED って世の中変えないといけないんですよね。まあ、国策で変えてくださいみたいな形になってるわけですよ。でもやっぱり電球、うん、電球切れいなことはみんな変えないじゃないですか。はいはい。こう時代かけて。うん、それを全部僕たちが無料でやって、うん、で、その今の電気代がこうだとしたらドーンと下がるわけですよ。うん、下がった分のここをレンタル料でもらうと。5年間満期のね。うん、で、この分がコストダウンするっていうので、 まあ今、冷蔵庫も空調もお店丸ごとやってるんですけども、はいはい、お客さんの数が8万件ということで。へえ、それでも見積もり難しくないですかそのど、どれくらいの電力食ってるかとかってこれね、<っ>うちのメイン事業でもう10年やってるんですけども、電気料金をいただければ、その明細書、をいただ企業に行って見積もりを、その電気代がどれだけ下がるかっていうことは、こちらで全部計算して分かるんですよ。 でもその LED とか以外の,その電化製品も使ってるわけじゃないですか。うん、LED だけでも電気代で出ます、あのー、さ査定にはできるんですよ。で、<ー>電気代としてですね、それでコストダウンがこんだけして、最新設備に変わりますよっていうので、もうあの行政なんか行ってもですね、例えば警察署とか小学校とかあるじゃないですか、県庁とか、そこも僕らが行ったら、えっ、ー、と、 コンペになるわけですねいろんな大手のメーカーカと、うんうん、でも、8割以上勝ちますね。うん、はあ、それ見積もりでもなんか、じゃあ、そのこれぐらいになれますって、その会社に契約してみたら、パソコンばっかりで、全然 LED で使っその電球で使ってるのがないから、値段下がりませんでしたみたいなパターンもあるじゃないですか。そこの営業はやってないから、その細かいあれ,はあれなんですけども、うんうん、電気料金っていうのがちゃんと明細で出ると思うんですよね、あの電,気の電気料金っていうのが。 10年間やって、えー、700億円の予算を当社が持ってるんですね、銀行さんと組んで。